スタートしました。好スタート、好ダッシュ、10番のクイーンオリーブ、わずかに真ん中から押して出ていきました。連れて9番の北高ガンバ、さらに内をして5番ドリームヒーロー、まず3頭抜けて2コーナー回って向こう上面に出ました。3馬身切れて3番ラロメリア、その外4番ビームライフル、早め5番手につけました。1馬身半差6番ラインジェシカ、そして内からは1番オールアズワン、12番マイネマオ、これに並んでいきました。その後2馬身差中段、11番チューアプリンス、18番西のジャブラニ、外から14番マイネルエルフを追い上げて、あとは1馬身半差13番ガーデント、そのうち8番エキストラゲンド、そして2番のアイオンという追走。1馬身半差後方から4頭目、16番の北高ブレイブ、さらには15番のセコンドピアット、今日は後方から3頭目、3コーナー回って7番ミヤビファルネーゼ、最後方17番金俊マーシャルです。3コーナーカーブを回っていきます。逃げる10番クイーンオリーブ、リードは1馬身半、ピタッと9番北高頑張り番手、その後ろは3馬身切れました。5番ドリームヒーロー3番手、3、4コーナー中間1馬身半がいて、3番ラロメリア4番手、その後今日は早め5番手4番ビームライフル、先頭まで5、6馬身、インコースから1番のオールアズワン接近、第4コーナーカーブ、12番マイネマオ、6番のラインジェシカ、続いて第4コーナーから直線コースへ入りました。まだ16番の北高ブレイブ、17番金俊マーシャルは後方にいます。残り400にかかるところで持ったままで10番のクイーンオリーブ先頭、さあ追い出して1馬身リード、叩いて9番北高頑張り番手ですが、外からは5番ドリームヒーロー、さらに外から3番ラロメリア、一気の足で追い上げて最内を狙って1番のオーラスは200を切りました。後方からは4番のビームライクル、さらには11番のチューアプリンス、間から8番のエキストラエンド持っている、3番ラロメリア内粘る、10番クイーンオリーブ外から8番エキストラエンド、ゴリ差し切りました。